大谷翔平 WBC 参加表明。2022年7月19日火曜日、不思議レモンネットラジオ、今宵不思議なラジオでということで、今宵も不思議な扉へようこそ。不思議レモンです。さあ今日は火曜日8時、お送りしていきたいと思います。今日のオープニングトークですけども、来年3月に開催される第5回ワールドベースボールクラシック WBC に大谷翔平選手が参加表明ということでね、まあ、非常に話題になるんじゃないでしょうか。シネマで限界を今日はオープニングトークとしてお話したいと思います。そして、その次は不思議レモン最新情報、不思議レモン何した、そして、レモンニュース&エンタメチェックのコーナーということで、今日の、ニュースはですね、やまぬ安倍元首相関連のネット出品ということで、まあ、現場の石とかですね、まあ、勝手に落札するというような、まあ、非常に、ね、悪質な、まあ、やり方というかですね。そして、安倍、元首相を銃撃した容疑者がですね、ツイッターに恨みや苦悩をまあ、ツイートしていたというね、まあ、ニュース、そして空飛ぶ車試験飛行無人で高さ30メートル上昇というニュース、フシスポのコーナーですけども、羽生結弦さんが第一線を退く意向ということでね、そして、千葉ロッテマリーンズの最新情報、そして、トレンドレモンでございますけども、ハンバーグが美味しいと思うファミレスランキングベスト10ということで今日はお送りしたいと思います。エンディングは玉勝のコーナーです。今日も8時から30分間よろしく。7月19日のサンスポより大谷翔平 WBC 参加表明ということでね、まあ、大谷翔平選手がですね、まあ、エンゼルスと、自分の、ね、球団とですね、まあ、軽い雑談程度の話なんですけども、まあ、そういうことを、まあ話していたということなんですけども、まあね、侍ジャパンの監督が栗山英樹さんということで、まあ、大谷翔平選手を育てた監督でもございますので、まあ、間違いなく、選手として招き入れることはもう決定的なので、あとは大谷翔平選手、まあ、だけのね、意思の、まあ、確認だけの、まあ、ことだったと思うんですけども、まあ、そう考えるともうこの本人がですね、出たいというふうに言うっていうのはもうね、もう間違いないということになったわけなんだけども、そうすると大谷翔平選手はどういう、ね、WBC の参加になるんですかね。二刀流なのか、それとも打者だけなのか、まあ、ピッチャーだけってことはないでしょうね。もう打者としてはもうメジャーリーグでも屈指のスラッガーでございますので、もう打者としては決定。問題は二刀流として参加させるのか、でまたあと打順では、ね、どこを打つのか、まあまあね、日本の侍ジャパンでいましたら、まあ、鈴木誠也選手がまあ4番でしたけども、ただ今の現状だとヤクルトの村上選手あたりはですね、まあ、非常にめちゃくちゃ打ってますから、あと、ライオンズの山川選手とかですね、まあ、この辺も4番に入る可能性があると考えるとですね、まあ、鈴木誠也か村上か、ね、山川かって考えた時に、大谷選手は、まだ2番に行くのかね、それともやっぱり大谷翔平中心のチーム作りということを考えると4番に据えるのか、この辺も楽しみですよね。あと我らが千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手ね、まあ、朗希も間違いなく選ばれるんじゃないですかね。そう考えると山本由伸と佐々木朗希とっていうね、まあもう最強の投手陣がもうこれね、侍ジャパンに見れるっていうのはもう楽しみでしか、もうどうか壊さないでほしいと思うんだけど佐々木朗希をねまあとにかく、まあなんていうんですかね、まあ、日本侍ジャパンは第5回ですから、第1回と第2回優勝、3回4回と、まあ、優勝から遠ざかっているということで、まあ、もし大谷翔平選手が参加決定したらこれは優勝狙えるんじゃないでしょうかね。まあ、機運というか、その国内的にもですね、すごいこう盛り上がるじゃないですか、大谷選手が来るってなるとですね、うん、そこに、まあね、佐々木朗希の効果もあると思うんですよ。もう今日本ではもう絶大な人気ありますから、いやーこれは楽しみな WBC になりそうですよね。うん、まあとにかく来年の3月ということですから、まあ、それまでなんとか怪我を、ね、しないように、やっぱりメジャーってやっぱり過酷ですからね、日程とかがね、やっぱり大谷翔平選手がやっぱり来るのと来ないのでは全然違いますからね、楽しみにしたいところですね。この番組は新音楽レーベルの提供でお送りいたします。シネマ何した、このコーナー最新のシーレモンニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。ネットの配信予定行ってみたいと思います。朝9時、本日のシーレモーニングカフェということで、
今日は、フライミツダムスタジオ弾き語りライブということでね、私のナンバー、ロックなナンバーの弾き語りバージョンでございます。朝9時不思議も公式の方で配信しております。正午シネコニャンズアワーということで、今日はシネコニャンズの風景、おじさんコンビ、おでこごっつんこ睡眠のグーニーと福王ということでねすごいですね、絵が濃いですこうちゃんがいないとね、うっちんはやっぱ濃いさは、あの 濃さは少ないですよね、そう考えると、ムチムチですけど、グーニーが入るとね、どうしても濃くなるっていう正午シネコニャンズ、公式 YouTube で配信、見逃し配信はシネコニャンズデジタルハウスに、ハウスにて、配信となります。6時レモンチューブセッション、今日の最新楽曲のご紹介ということで、今日はニコニコタンタン、村沢フューチャリング、チーリンですかね、フロムカメレオンライム、ウーピーパイ、なんちゅう名前だって感じですけどもね、曲はあの非常にいいねサウンドの、ナンバーでございます。6時はレモンジュリーステーション、今日もジュリーは何した、細かすぎる沢田研二ネットアドチェックとなっております。先ほど6時半シーレモンニュース沢田研二チャンネル、そして、レモンジュリーステーションにて配信となっております。7時本日のシーレモンニュースということで、今日は猫のいる風景の告知、そして玉勝の告知ということでね、先々週はまあ、イベントの都合で特別編成、先週はレモンニュース&エンタメチェックスペシャルの、営業でね、玉勝は、本日、お送りいたしたいと思います。そちらの、ね、告知で、まあ、今日のこのラジオのエンディングでお送りします。8時このラジオ、現在不思議レモン公式 YouTube でプレミア公開中、プレミア公開終了後は不思議テレビにて配信、不思議レモン公式で概要も同時に配信しております。10時から1年前の不思議レモンコンテンツ再配信、プレイバック不思議レモン、1年前の不思議レモンニュースはファンサイト演奏室、1年前の固有不思議なラジオでのプレイバックは不思議テレビにて、この後10時プレイバック配信いたします。ぜひチェックしてください。今日のネット配信予定でございました。今日の不思議レモンスケジュールということで、まあ今日はまあ全体的に、朝からは、あ、そうそう、今日はね猫の、ね、ご飯大量購入の日ということで、まあ今日は1日雨の日でございましてですね、うん、まあもうそそくさと、その時の一瞬ね、まあ晴れ男なんで、まあほとんど雨やんでたんですよ。だからやっぱ俺晴れ男だなぁなんて思いまあたまにね雨の日もありますけども、まあ晴れ男の条件はその雨の日に行動しないというのがあれなのでね、で、まあ、帰ってきてですね、朝から不思議もコンテンツ制作、切り抜き制作、お昼の1時半からラジオ収録、2時半受領音声収録、そんな感じの1日でございました。今日だって涙を捧げよう、何回も傷もねうから、目に浮かぶ復活の時
次でもね、復活の時、CD ファインにてフルバージョンをお聴きできます。ぜひチェックしてください。シネモナリサでした。シネモニュースエンタメチェックのコーナーでございます。このコーナーは最新のニュースエンタメを独自の視点であやこや言うコーナーでございます。7月18日月曜日のお昼1時から本日7月19日火曜日のお昼の1時までのニュースです。こちら7月19日産経ニュースより、やまぬ安倍元首相関連のネット出品、最終演説地の石屋、記号の、色紙もということで、でメルカリにはですね、このまあ事件現場でまあ採取したとされる石が2300円で出品され、すでに落札されていたということで、出品者の説明にはガードレールで囲まれた、まさに演説した場所で、採取しましたというふうに書いて、まあ石だからまあ別にいいっちゃいいのかな。まあしかしなんともね、ただ本当に、まあさもしいというかあの、ね、これ記事にも書いておりますけどもね、そこまでしてね、なんかそのお金にしたいのという感じもしますけどもね。まあでもそれだけ安倍さんのまあ言ったら、他の方がまあこんなこと言ったらあれですけども、他の方がまあ例えば有名人ならともかく、ここまでその石でね2300円も値段になるっていうのは、やっぱ安倍さんがすごい人だったんだなということを改めてね思いますし、こういう売った連中っていうのは基本的にそんなものでお金、そう、まあ悪戦身につかずとよく言いますから、まあこれ悪戦に入るのかどうか分かんないんだけども、まあこのさもしいお金の稼ぎ方をしてもね、結局のところはその場しのぎなのかなと。こちら7月18日産経ニュースより、俺は事件を起こすべきだった、元首相銃撃の容疑者ツイッターに悩みや苦悩ということでね、まあ山上容疑者がまあツイッターをやっていたということで、今年6月末を最後に更新は止まっていたということなんですけどもね、まあ非常にこう闇の深いようなツイートをまあ結構していたということで、まあもともとはあの安倍政権支持者であったようなことも書いていて、でそれがまあ言ったらあのアンチに変わったみたいな、突き放すような、部分のツイートも見られたということなんだけども、まあね、だから結局のところ、まあ、僕は言ったと思うんですけども、まあ、その安倍さんのそのイデオロギー的な真逆の人であればですね、ある程度、その行動パターンなどをこうブロックできてですね、今まで例えば安倍さんに対して恨みを持つ人間でもですね、まあ、事前に防げた部分はあるんですけども、まあ、このようなこうイレギュラーな感じのアンチはやっぱりなかなかこう行動パターンが読めないという、まあやっぱりああいう SP の方とか警察の方もですね、やっぱりある種マニュアル的なものがあると思うんですよね。こういう確率とかそういうものをこう重視して警備をすると思うんですけども、そういうものが当てはまらない場合が結局こういう事件を招くということなんでしょうね。ことが見つからない、傘も差さず涙は枯らず、ただ葬らず抜け出そうとしている。この雨に刺さる願い、でも勢いは増すばかり、傘もわからず涙知らず、ただ葬らす差し出そうとしている。この雨にThank you.
しげれもね、しずくでした。不思議ファイにてフルバージョンお聞きできます。フシスポー、ここからスポーツの話題をお送りしたいと思います。4月19日産経ニュースより、羽生結弦第一線退く以降、今後は競技大会、競技会、出場せず、今夕会見で決意表明、フィギュア五輪2連覇ということでね。まあ羽生さん的にはちょっとやるみたいなこともね、言ってたんだけども、結局やっぱりこう、数ヶ月経って、北京五輪から、数ヶ月経って、引退という方向に、今日の夕方、これがもう配信になってる頃はもうその記者会見というか、そういうものが、できて、出て終わっている頃かなと思うんですけどもね。北京五輪の終了後に、今回は、4位に終わってですね、挙手については少し考えたいと、ということで、フィールドを問わない、競技会かアイスショーかみたいなことを話していたけども、今後は競技会に出場しないことを決意したということに、なったということなんですけどもね、お疲れ様でしたということで、本当にこの先ね、どうなっていくのか、プロのスケーターという形に、なっていく感じなんでしょうか。レモの千葉ロッテマリーンズ応援曲ということで、昨日は、ソフトバンクとの、試合でございましたが、2対1の勝利ということでね、三馬が非常にいいピッチングでね、なかなか得点が取れない中、初回の高部と、角中のあの辺りはラッキーなヒットだったんですけども、その後中村翔吾の、タイムリー等で、2対1で逃げ切ったっていうね、感じで、で、オスナが8回に、登場してですね、いつもは佐藤俊也のね、ことが多いんですけど、今回は松川でございましてですね、松川もすごいですね、もうメジャーで活躍したオスナと今度はコンビを組んで、で最後ね、抑えた後にこう、オスナが松川に「へいゆー」みたいな感じでこう指をね指して、で松川はそれに答えて「ゆー」みたいな感じでいいコンビだった、感じですけどもね。 CM シギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。シギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。フシギレモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。フシギレモンライブスペース電脳フシレモショー、月額1100円でフシギレモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくはフシギ音楽レーベルサイトまで。フシギテレビジョン、フシギ音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円、フシギテレビジョン、フシギテレビジョン、フシギテレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。フシギレモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。フシネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。シギレモンニュースフラー、最後にまとめていきます。電車内で高校生暴行、被告の男に懲役2年判決ということで、タバコを、注意されてね、ぶち切れて高校生をぶん殴ったホストいましたよね。懲役2年ということでね、高校生の方が心配ですよね。心のねケアというか、そういうものも、自分は正義なことをしたのに、ただ僕前も言ったと思うんですけども、こういう時は無視をする方がいいのかなと思うんですけどもね。バカに注意してもですね、バカなんでわからないじゃないですか、相手は何言ってもね。空飛ぶ車、試験飛行無人で高さ30メートル上昇、兵庫県尼崎ということで、4月19日の産経ニュースからなんですけども、どう見てもこれ飛行機にしか見えない、ドローンみたいな感じですね。ドローンと
なんか、ヘリコプターを足し2で割ったみたいな。ヘリコプターのあれは何、羽というかあれはないんですけどもね、うん、高さ30メートルですからね、まあ、どうなっていく感じなんでしょうかね。レモンニュースでエンタメチェックでした。トレンドレモン、新しいもの、流行りもの好きの私、不思議レモンが最新のトレンドについてあやこやるトレンドレモンのコーナーでございます。今日はネットラボ調査隊がお送りするハンバーグが美味しいと思うファミレスランキングトップ10ということでね、ネットラボではトップ19出ておりますけども、まだ19位から11位までで、主要なレストランをですね紹介しますと、18位に富士屋レストラン、15位にホルクス、14位にサイゼリア、13位にデニーズ、12位ステーキの丼、11位ガストとなっておりますけどもね、うん、まあ、ガストはコスパがいいんでだと思うんですけどもね。ベスト10第10位から4位ずらりと言ってみたいと思います。第10位ステーキミヤ、9位がビッグボーイ、8位がフライングガーデン、7位がココス、6位がハングリータイガー、5位がブロンコビリー、4位がジョイフルとなっております。全然知らない、ステーキミヤとかあるんですね。知らないや、全然行ったことない、基本的にレストラン行かない、まあ、ココスは行ったことあります。ココスは結構なんかね広々としていいですよね、うん、あとは、まあ、ジョイフル名前ぐらいは知ってますけどね。ハングリータイガーとかどういう店なんですかよくわかりませんけどね。ベスト3をお送りしたいと思います。第3位ロイヤルホスト228票ということでね、まあ、ロイヤルホストはまあ僕でも知っておりますけども美味しいんですね、まあ、結構高級的な感じもしますけどね、あのなんていうのかファミレスの中でもですね、うん、まあハンバーグ専門店ではないんだけどやっぱりロイヤルホストの、ハンバーグは、美味しいということなんでしょうか。第2位爽やかということでね、炭焼きレストラン爽やか、こんな店があるんだ、知らなかった、全然知らなかった。静岡県に店舗を展開しているレストランらしいんですって、知らなかったわ全然。これはでも静岡限定なのにこう2位に入るということはかなり美味しいんでしょうね。とにかく炭火焼きでこう全部物を焼くというコンセプトなんでしょうね。これはなんかありそうでないコンセプトだから面白いですよね。さあそれでは、結果投票第1位はびっくりドンキーということで、まあ間違いないでしょうね。まあ僕でもびっくりドンキーは知ってますし、たまに行きますけどね。まあ美味しいですね、普通にね。うん。安いしね。安いし美味しいし。あとあのサラダ、謎のサラダ。謎のサラダっていうか大根サラダみたいなやつ。あれもまたうまいんすよね。まあだから安いし、なんかちょっとこう贅沢できますからね。まあハンバーグがご飯や、サラダと盛り合わせたワンプレートスタイルで提供されるのが特徴ということなんですけどね。うん、なんかパッとなくなっちゃいますね、あれね。バババババって食べちゃうから、なんかあのワンプレートってなんかフォークとナイフとかなんかいろいろあるとですね、結構時間かかってですね、こう皿が分かれていたりするとあれなんだけども、あれお箸でしたっけ、違ったかな忘れたけど、なんかお箸で食べてる雰囲気ありましたけどね。爽やかは441票、びっくりドンキーは537票というダントツですね。ロイヤルホストと倍近くの差を話しておりますけどもね。今日のトレンドレモンはハンバーグが美味しいと思うファミレスランキング、ベスト10お送りしました。あーなだらかな丘に君はただ立っているよ、こちらを見ているよ、うん、手招きを知っては近くに寄り添うよ、何もせず横に立つよ、今起きてること全部夢ならいいな、どれだけ幸せかな、うん、君は愛しい僕は抱きしめようと、でも君はいないよ、瞬間にそう
かもとするけれど運命のいたずらがその手を奪い僕は今ここに立ち尽くすだけなんだ。失う瞬間に、ああ、まんまるい湖に君は隅っこにだけぽつり座っているよ。君に会いたい。たった一秒だけでも時を止めるように、オープンしたのはシネモで主なる瞬間にファーストテイクでした。こちらのテーマが流れましたら玉勝のコーナーでございます。こちらは一旦別れとなったワンコニャンコをですね、AI 相手の技術を使って復元させようというコーナーでございますが、今日は生きた皮膚を持つ指型ロボットということで、6月10日の IT メディアニュースの、記事からなんですけども、東大が開発、傷がついても再生可能ということで、東大の研究グループはですね、生きた皮膚を持つ指型ロボットを開発したと発表したということで、すごいですね。ちょっと気持ち悪いけどね、指だけっていうのもね。ちなみにこれはですね、人の皮膚細胞から作った不要皮膚で立体物を覆う手法を開発ということなんですけどね、生きた皮膚をまとった世界初のロボットを作成したということで、もうこんなことできるならね、お別れとなったにゃんこわんこを簡単に戻せるんじゃないかな。まあ実際ね、韓国とかチャイナとかではね、まあその、このね、玉方でもご紹介しましたけども、まあそういう皮膚の部分をですね、まあ取ってですね、まあなんて言いますかね、クローン的なもので復活ができるということなんですけどもね、まあ、こういうニュースを見ると本当に可能性が広がりますよね。ということで、玉勝のコーナーでございました。お送りしてきました不思議レモンネットラジオ、こよいシーナルラジオで、明日水曜日です。8時にお会いしましょう。不思議レモンでした。